ポルプリラジオシャープ5。こんばんは。アニメポールプリンセス星北ひなの役の土屋リオです。同じくポールプリンセス西条リリア役の鈴木杏奈です。はい、さてさて、この番組では11月23日に公開が決定しました、劇場版ポールプリンセスがもっと見たくなるように毎回素敵なゲストをお迎えして、私ひなの役の土屋とリリア役の杏奈ちゃんの華麗なるトークでたくさんのポールプリ情報をお届けする番組となっております。、はい、今回は久々に2人 MC 体制でお送りしますよ。わい、華麗なるトークだよ。どう？でも結構数重ねてきたけどさ、華麗なるトークいけてる？いけてない。でも私 YouTube で聞いてるけどさ、大丈夫？華麗なるトークだよ。本当に、いつもリオちゃんの見て勉強したら、こうやるんだと思って。そんなことない。リオちゃんみたいに華麗なるトークだよみたいなテンションでいつもやってるから。すごいね、アンナちゃんのなんかそのオタクならではの切り口というか見方がすごい面白くて、進行がね、あの、おろそかになっちゃうから。いや全然そんなことない。オタトーク始まっちゃうから今日、それが面白くて今日見てる。リオちゃんと一緒で心強いです。2人になるとさ、なんかいつもの 1.5 倍2倍ぐらいテンションが私たち上がっちゃうから、ボリュームも上がっちゃうからね。そうだね、みんなもあの音量注意で。そうですよ、耳がハーってなっちゃうから気をつけてくださいね。はい、ということで今回も感想コメントを届いていますので、はい、こちらも紹介させていただきたいと思います。よいしょ。とっても楽しいラジオでした。町田東子さんがキャラクター一人一人を愛してるのが伝わりました。制作陣の皆さんのお話が聞けて毎回嬉しいです。劇場版本当に楽しみです。イベントまたあったら絶対参加します。うわー、やってほしいよね。やってほしいよ。ねー、すごくやってほしいですよ。やってほしい。脚本家の町田さんの貴重なお話、ありがたいです。劇場版も盛り上がりますようにということで、自分もイベントむちゃくちゃ感動したので、ゼロから作り上げた町田さんの感動は人を塩だったんでしょうね。自分に甘くしないというセリフにポルプリのスポコン感が現れていますね。映画の先のイベント期待しています、ということでありがとうございます。ありがとうございます、はい、ぜひ皆さんね、あの YouTube のコメントだとかハッシュタグだとかでね、たくさんたくさんお待ちしております。お願いします。はい、でもすごい、前回すっごい楽しくて私もオタクになっちゃった、やっぱなっちゃうよね。ね、なんかさ、聞けない。そうそう、進行しなきゃいけないんだよね。そう、でもオタク代表で参加しつつ、マジオタク代表で来てるよね。そうなの、オタク代表で参加しつつ。だって制作の方たちとこんなさ、喋れる機会なんてないじゃん。そうなんだよ。ここぞとばかりにさ、個人的な質問ばっかぶつけてさ。そうなの。だって私たちもさ、この声優としてさ、まあ、キャラクターに声を吹き込んでいるとはいえさ、裏のお話はそんなに詳しく聞ける機会ってあんまりやっぱないから。そう、一ポルプリオタクだからね、みんな。だからみんなと同じ目線なんだよね、そういう部分はさ。そうなんですよ。毎回すごい楽しんじゃってて、あのね、話があっちに行ったりこっちに行ったりしてますが。ちょっと進めないとみたいなね。そんなところも楽しんでいただきたいです。、はい、ということで今回もゲストの方をお呼びする前に、毎度おなじみの作品紹介からさせていただきます。ポールプリンセスとは、ポールダンスの真の美しさに出会い、人生を変えていく少女たちの努力と成長を描いたオリジナルアニメです。はい、そしてついに劇場版ポールプリンセスがいよいよ11月23日に公開されます。わー、楽しみ楽しみ。公式 YouTube チャンネルにて、予告、本予告や、ポールダンス講座などのコンテンツも公開中ですので、公開に向けてポルプリはこれからさらに盛り上がっていきますよ。はい、ぜひ皆さんも一緒に盛り上がってください。お願いします。ね、すごい予告編見た？見たよね。みんな見た？見たよ。なんだこれはって思ったよ。めっちゃいい。すごい、なんか予告編で泣きそうだった。ねえ。なんかさ、私たちはもう撮ってるけどさ、映像ができてる部分をちょこっとだけ見たじゃん、予告で。そうだね。そう、まだ完成品は私たちも知らないから、アニメになってたのもさ、やっぱ感動したし。感動した。ね、みんな可愛かった。可愛かった。どうなっちゃうのって。どうなっちゃうのかな。ね、みこしろゆかりと何かあるのって。楽しみですね。楽しみだね。ぜひまだ見てない方はね、見ていただけたらと思います。はい、お願いします。ここまでは私たちでたくさん喋っていましたが、はい、ここからは素敵なゲストの方とお届けしていきたいと思います。今回のゲストは企画プロデューサー兼 CG ディレクターの乙部義弘さんです。どうもこんにちは、企画プロデューサー兼 CG ディレクターの乙部と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう
超楽しみにしてきた今日聞きたいことが盛りだくさんいっぱいあるということで僭越ながら私の方から乙部さんのプロフィールをご紹介させていただきます、はい、乙部さんはこれまでにアイドルタイムプリパラキラッとプリちゃんなどのプリティシリーズや、うん、ザ・レジェンド・オブ・ヒーローズ千の奇跡ノーザン・ウォーなどなどこれまでにたくさんの作品をご担当されております、ポールプリンセスでは CG ディレクターと企画プロデューサーも務められており、ポールプリがこの世に生まれたきっかけを作った方のお一人になります。うわありがとうございます。乙部さんのおかげでありがとうございます。本当に感謝してもしきれませんありがとうございます。ありがとうございます。いやでもお話ゆっくりさせていただくのは初めてというか、そうですね、うん、少しだけあのレコーディングの時とかにお話しさせていただいたことがあるんですけれども、その時もそのまだあの出来始めというか、はいはい、稲野ちゃんのモデルを見せていただいたり、うん、そう未公開情報を見せてくれるんです。でもまだあのその時は踊ってなかった。そうそうそう。そのモデルが今作られてる段階ですよっていう状態を見せていただいて、うんうんうん、そうでモデルも可愛いんですよ。なんかすごいなって大興奮したなんか話を乙部さんとした記憶があります。私は。ありがとうございます。はい、だからすごい聞きたいことがたくさんあるので楽しみにしてきました、はい、ということでそれでは早速ですが、はい、コーナーの方に行ければと思います。はい、ポルプリのここが知りたいゲストに何でも質問コーナー、イエーイ、こちらのコーナーではポルプリのことが大好きな、うん、我々がですね、うん、我々が勝手に代表としてファンの皆さんも聞きたいであろう作品の気になることをゲストさんに質問していくというシンプルで明瞭なコーナーになっております。はい、それでは早速乙部さんにたくさんお話を聞いていきたいと思います、はい、最初の質問はこちらです。 CG ディレクターとはどういったお仕事なのか簡単に教えてください。はい、CG ディレクターっていうのは、はいはい、まあ脱毒プロだったのCG スタッフが15人くらいいるんですけども、うん、まあ、それぞれそのモデリングが得意だとか、うん、あのアニメーションが得意だとか、はい、あとモーションキャプチャーをやってますとかっていうふうにジャンルが分かれてるんですけど、はい、まあ、その人たちにの仕事の割り振りをしたり、うん、まあ、出来上がったものを確認して、はいはい、これが監督のイメージに合ってるかなとか、うん、あのクライアントさんがこれで OK もらえるかなっていうのをチェックして、はい、まあ、足りなければもうちょっとクオリティ出しましょうとか、うん、これでいけるよとか、はい、言ったりするような立場の人間ですね、はい、まあ、一般的にはまあ管理系というかなんですけど、はい、まあ、僕の場合はあの自分で作るのも好きなので、うん、あの割り振りを自分にやったりとかもします。あ自ら仕事を増やしていく一番重たかったりするところを自分で割り振って、はいはい、で、まあ、自分で追い込むみたいなことを。あ、すごいプロですね。よくやります。すごい、はい、本当にあのポルプリすごいんですよ。ポルプリマジですごいよね。すごいよね。なんかいろんなこう CG 作品とか、うん、結構やっぱ今見る機会が多いじゃないですか、うんうん、いろんなところで、はい、どれもやっぱりすごいんですけど、うん、なんかいろんなものを見ると改めてポールプリンセスのあのダンスシーンのやばさ、うん、しかもさ普通のダンスよりさ滑らかに動くじゃんポールダンスって、うん、なのにあの CG のキャラクターたちがもう滑らかにぬる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 動いてて、あれを違和感なく動かしてるのってとんでもないことだなって毎回やばいなって思うんですけど、なんか違和感なく見れるのがすごいじゃないですか、はい、すごい、本当にすごいんですよ。いや普通のダンスはいっぱいやってたんですけど、うん、ボールダンスになった瞬間にその作業量が4倍くらいになって、そうですよね。だって、うん、まずだって CG 動かして衣装の透けとかもあるじゃないですか、はいはいはい、やっぱりモデルの、はい、そういうのを直すプラスポールにも透けないようにしなきゃいけない。そうそうそう、髪の毛の毛の流れもめちゃくちゃ綺麗ですもんね。あと衣装の装飾が多くて、うん、そうポルプリは衣装の装飾が多い、あんなヒラヒラしてるの嫌だもん。大変なんです。私が動かしてたらちょっともうちょっとこれ縮めてくださいって出しちゃうところを、シンプルな衣装にしてくださいって言いたくなっちゃう。あんなね華やかな衣装で、ね、きらびやかに踊っているのが、ね、やっぱみんなそう思ってます。いや本当なんか皆さんが多分見てるの完成品だから、うん、なんか違和感なく見れてるってことがマジですごいなって思うんですよ、うん、なんでポールを持った瞬間に難易度がガーッと上がって、そうですよね、もう一コマ一コマめり込みがないかみたいなのを探しては見つけては直してってのを繰り返すと、本当にもう気がついたら夜遅くなったから。だって指の動きまですごい綺麗だから、やばいですよ。やばいですよ。マジでやばいと思ってみんな見てほしい。あのダンサーさんが踊ってる動画と、はい、あのモーションキャプチャーの動画とその
詩人の動画を並べて比較している動画とか見ても、はいはいはい、もう全く同じ動きをしてるから、うん、ダンサーさんもすごいし詩人もすごいし、すごいとすごいが融合しちゃったよね。マジでとんでもないプリンセス、そうマジでとんでもないなって思いながらいつも見てるので、うん、本当に今日楽しみにしてる。なんか作業してる現場とか見てみ見たいです、ね、こうやって作られてるんだ、うん、みたいな、うん、結構リモートで半分くらいスタッフいなかったりするんですけど、そうなんですね、うん、まあ、みんな静かにチクチクと、パソコンの、ね、画面後ろから覗きたいよね、頭抱えてる姿が見れる、ね、うわ大変な作業なんですね。そうですよね、いつもありがとうございます、うん、はい、まあ、そんなとんでもないあの CG なんですけれども、うん、劇場版でももちろんたくさんのダンスシーンがあると思いますが、はい、ここはさらに進化したより一層こだわったみたいなポイントがあればお聞かせください。そうですね、気になるよね、まあ、劇場版はもう当然 PV よりもはるかにレベル高いものにしたいなとやってる最中なんですけど、特にまあペアダンスがありまして、これ作業量的には3倍4倍くらいになっちゃうけど大丈夫かなと思いながら、まあ、やりますと。ダブルスが、ね、あるんだよね今回は。ですよ、いや、そうですよね、2人で人間が2人に増えるだけでも、そうですね、単純になって2倍以上になるから、そうそうそう、お互いの干渉もありますから、ね、わー、そうですよね、うん、お互いの腕と腕とかが腕も貫通しないようにとか、ね、お互いの衣装もあるし、うわめっちゃ大変。さっきチラッとねラジオの前に見せていただいたんですけれども、そうまだね完成品じゃないですし、うん、私たちもちょこっとしか見てないんだけど、それでもやばかった、カメラマークワークがすごかったです、うん、ありがとうございます。カメラワークやばい、映像がめちゃ綺麗、うん、でダンスもすごい、ね、なんか語彙力がどんどんなくなっちゃって、はい、カメラワークは僕が作らせてもらって、あ、そうなんですね、え、最高ですよねカメラワークえ、もう嘘、ここが見たかったんだよっていう時にアップになって、そう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 、あ、ここは全体が見たいよっていう時に引きでも最高じゃないですか、一番美しいところを撮りたいなっていうのと裏ではやっぱりここ大変だから逃げたいなみたいなところもうまくこう制御しながら、今日わかんないようにそのいいものだけは見せてくれっていう、だってさっき乙部さんがやってるの私知らなかったからめちゃくちゃ目の前で、え、カメラワークやばって言ったのすごい恥ずかしくなってきた。すごいすごい、はい、ね、めちゃくちゃ、まあ、ダンスシーンはコンテもないのでこちらの方で妄想でこんな感じだといいなっていうのをカメラでこう再現していくっていう形をとって、まあ監督に見てもらってもうちょっとこうなりませんかみたいなのがあったり、あ、いいですねってのがあったりしてやり取りしながら作ってます。なんかダンス単体でももちろんこうやっぱ迫力がありますしすごい綺麗でかっこいいんですけど、やっぱカメラワークってなんかより一層立体的に見えるすごい大事な、はい、ね、うん、部分だからすごい良かったんですよ。ありがとうございます。早く大きい画面で見たいなってめっちゃ思いました。みんな泣くよ絶対よ。本当にだって今見ただけでもうわってすごい感動したのに、ね、あれを映画館で見たら大変だよみんな。とんでもない。いや楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、そして劇場版の各キャラのショーを一言で例えるとどんな言葉になるでしょうか。うん、気になる。ちょっと単語でね匂わせる感じで。そうですね。じゃあ一つ目から。はい、このゆかりとサナのペアは、はい、まあ、ズバリ、はい、まあ、禁断の恋という、うわちょっとユーリが入ってるのかなみたいなところ入ってました、入ってました。あれはすごかったね、すごかったですよ、あのわってこう、ね、まあ、何が何とは言いませんけど言いませんけど、あのもうとんでもないですね、これは惚れ惚れしちゃう感じでした、はい、惚れた、もう恋しました。だからその振り付け上がってきたのを見たときにダンサーさん本当すごいなっていう、いや、本当に見たことないっていうのがまさに表現されて、そう見たことないのがあったんですよ、ね、あれはどうなっているのか私1回見ただけじゃ分からなかったので、ね、あと5回は見ないといけないかもしれないです。本当に僕らも見たときにえ、これ どうなってんの、足どうなってんのっていうのを本当思いましたね。劇場版楽しみに、いや楽しみです、楽しみです。他のキャラとかありますか。そうですね、ノアはソロでやるんですけど、まあ、はい、ちょっとだから攻撃力高めというか、いや攻撃力高めだったいいですね、くの市というか、あ、まあ、ちょっとそういうダークな感じとゆかりじゃない、とノアダークな感じとノアみたいなのが出せたらいいなと、はい、いや1曲目もちょっと繊細な感じだったじゃないですか、うん、あれとまた180度違うような強さ、ね、そうそうそう、でもノアらしさがやっぱりあって、ノアさんらしさがあって、いやかっこよかったよね、かっこよかった。ウェブドラマの本編でもその、うん、イメージを一新するわよっていうふうにゆかり様が言ってるので、はいはい、まさに一新する形で劇場版を全部、いや本当に
絶対好きだよみんな、うんうん、ノアさんやばいよ、やばいよ、てかもう全部やばいんだけど、やばいよね、あの強さをあのノアさんに合わせたらもうね、うん、そうそうそう、最強が誕生してしまうんだ、最強だった本当にすごかった、完成品が楽しみですね、マジで楽しみ、でゆかりはまああのマントつけて強い感じが、いや強かった、うん、強い、またノアとは違った強さでしたよ ね、 いやボスラスボスラスボス、うん、ちょっと社内では将軍と呼んでるんですけど、あ確かにあでも将軍っぽい、確かに将軍っぽかった、そうジャンヌ・ダルクとなんかそういう感じの強い女性で将軍で、はいはい、まあね、いやめちゃくちゃかっこよかった、兵士を従えてみたいな感じで、なんかトップオブトップって感じでしたもん、そうですね、上に立つ人っていう印象が、ね、うん、若干ネタバレですけどゆかりさんマント脱がないですからね、うわー、最初から最後まであの衣装でいきますから、ね、うわー、さっき聞いたもんだって私、うん、この衣装でポールダンスやるんですかって、うん、あのキービジュで、ね、衣装は、うん、あの見れていると思うんですけど、うん、これで踊るんですか、本当ですかって、うん、ね、え、あえてマント取らないですか、前取らないです、ね、うわーすごいな、取っちゃう話もあったんですけど、これは取らない方がかっこいいだろうな、だってやばいよマントって、うん、やばい、あと本当にやばい、マントにちょっとだけギミックがあるので、え、何、何ですか、またお伝えできない、私たちも知らない、ちょっとみんな楽しみにしててください、知らされちゃうよ、楽しい、楽しみだね、そして、はい、リディアスバルは、はい、まあ、まさに友情というか、うん、まあ、友情爆発みたいな、あそうですね、そうなんですよ、まあ、曲しか知らないそうですね、そうなんですよね、もうお互いが手を取り合ってやっていくっていう形で、うんうんうん、まあ、これは本当にそのストーリーにも関わってくるところなんですけど、そうですね、うん、リディスバーすごい熱い感じに熱い、うん、だってもう面付けただけでも熱いもんね、2人うんさ、やっぱりなんか物語の中でもそういう熱いシーンがさ、ちょっとあったからさ、あるね、あるね、楽しみだよね、 あれが曲とその CG にまた表現されてると思うと、うん、マジで早く映画館で見たいもん、うん、見てほしい、私も完成品早く見たいもん、ね、見たい、なのでリリアスバルは本当にドラマがあってのダンスに入るので、まあ、ひとしお違う印象があるかなと思います、うんうん、曲はつよつよでかっこいいんだけど、つよつよだし、ちょっとハンカチとティッシュ持っていかないと、いや本当にめちゃくちゃいいよ、そう、もう涙が止まらなくなっちゃうので、私は涙なしでは見られません、見られない、あれは熱いポールダンスですよいやかっこいいよね本当にめちゃくちゃいい、でまたデュオなのでまたダンスがすごい大変なんですね、そうですよね、うん、しかも曲調もね、まあ、まだあれですけど、うん、まあ、2人が歌う楽曲だからねまあちょっとそうそうそう激しかったですね、それモーションキャプチャーやった時にそのダンサーさんがちょっと失敗しちゃって、で本当に怪我するんじゃないかっていうところまで行ったので、でもこれ止めた方がいいですかねって言ったら、いややりますって言って、すごい、ダンサーさんがすごいプライドを持って作ってくださってるので、本当にぜひ見ていただきたいなと。いやでもなんかそういう話聞くと、もうまるで人間技じゃないじゃないですか、動きが、もう全部人間なんだなって、ね、ダンサーさんも人間なんだなって思いますけど、そこからのミオで、はい、ミオはあの人魚姫をモチーフにしてますが、はいはいはい、はい、可愛いですね、ボールダンスで人魚姫を選ぶ人って結構現実でいまして、あ、で調べると結構出るんですよね、そうなんですね、まあそれじゃあ面白くないよねっていうことで、はい、ミオはちょっと変わったことします、え、知らない知らない、何何何何をするんですか、知らない知らない、楽しみ、ネタバレになっちゃうので言わないで、あー楽しみだ、お預けされた、もうずっと考えちゃうよ、ミオと人魚姫って合わせた時に、あ、はい、ミオだったらこうするだろうなっていう、なんだちょっと、なんだろうね、考察しちゃおうかな、ね、オタクならではの、ミオとマーメイドを一緒に考えて、何が浮かぶかな、ちょっと考え、はい、考えちゃうね、これはちょっと本当にネタバレなんて言えない、うわ楽しみに待っとこう、はい、ちょっと想像と妄想をしておきますね、そうですね、まあ、最後にひなのですけど、はいはい、一見アイドル風な衣装で可愛いんですけど、うん、はい、まあ、これもひなのってやっぱりポールダンス、ポールプリンセスの主役なので、はい、実はウェブ版も少し裏テーマみたいなのがあって、はい、でウェブ版の裏テーマってあの成長物語というか、うんうん、あのポールダンスで出会った女の子がどんどん成長していって一流になっていくっていうのをダンスの中で表現してるんですね、はい、で今回もひなはちょっと裏テーマがあります、はい、うわー見てからのお楽しみですね、しうわみんななんかそういうところも考えながら見てほしいな、うん、ね、なんだろう、これはちゃんとオーダーしてますので、こうしてほしいっていうふうに。なんだろう、そう、ヒントはひなのがずっと言ってることなんですけど。え、何、なんだろう、なんだなんだなんだ、ひなのがずっと言ってる。これはちょっと、うわ、劇場見ないと。うわ、劇場で、ぜひぜひぜひ。うわ、楽しみだな。
楽しみ増えちゃった。待てないよ、もう待てない。ね、今すぐ映画館に行きたいよ。みんなが寝れなくなっちゃう。ね。楽しみ。さっきひなのもちらっと見せていただいたんですけど、うん、もう楽曲もね結構今回はそうウェブ版のひなのとはまた違った新しいひなのちゃんだった。でもあのねストーリーをというかあの出来事を経ての、うんね、やっぱひなのに、まあ、ひなのだけじゃないけど、うん、みんなやっぱりこのウェブの時のストーリーというか、うん、あのねプラネタリウムでの出来事を、うんまあ、踏まえてやっぱ成長している、ね、部分がねダンス含め CG ダンス含め、うん、楽曲含め、まあ、劇場版のストーリー含めすごいね成長が見られるので、うん、いやすごいもうなんかいろんなところで見れるのよ。ひなのちゃん親のような気持ちでいやそうなの。さっきすごい親みたいなこと言ったもん私CG ちょっとチラ見せしていただいた時に、うん、ひなのすごいねとか言いながら頑張ったんだなって思ったよね。そう頑張ったねって思いながら見てたので、ね、ぜひ皆さんもね、うん、楽しみにしていてほしいです。お願いします。はい、そして各キャラクターの新衣装、はい、すごいみんなね各々個性的というか、うん、みんなのこう特徴が捉えられたすごい可愛い衣装なんですけれども、うん、乙部さんから希望されたこととかって何かあったんですか？そうですね、まあ、ひなのだったらちょっと夜空のイメージ、はい、うんまあ、前回は白い雰囲気だったので、そうでしたね、ちょっと逆のそのそうですよ、ね、ちょっと暗めの色で、ブルーで、うん、まあこれも何かこのちょっとネタバレにはならない、うん、ならないに言うんですけど、はいはい、ちょっとギミックがあるのかな。うわー、なになに、楽しみ。ちょっとあるのかなっていうのが。なんだなんだ、楽しみ。もうわかんない、はい、ギミック、まあ、ゆかりはマントつけてほしいっていうのはやっぱり言いましたし、はい、編集が大変自分で首を絞めてくる。そうですよね、そうですよね、うん、マントってだってやばいよ、うん、風になびきまくっちゃうから、ね、私髪の毛とかスカートとかでもやべえなって思いながら見てるんですけど、そうです、ね、そうそう、マントだよ、マントすごいよ、もうみんなやばいですね。いや、やばいですよね、どうなるんだろう、楽しみですね、楽しみ。言ったからにはちょっと僕が自分でやろうかなって。もうすんごい完成筆形が出来上がる、うん、楽しみだ、楽しみ、ありがとうございます。あとやっぱ戸張さん、はい、キャラクターの衣装をデザインされてる戸張さんが本当にもういろいろとアイデア出してくれたりするので、うんはい、あのボツ案みたいなのも実は結構あって、あ1個頼むと3つくらい来たりとか、こんなことひなだったら5パターンくらい来てたりとか。でもなんかすごい、うん、衣装のデザインとかにもさ愛をすごく感じるの私。わかるね、なんかすごい愛を感じない。あのノアさんの片足が好きなんだよね。ちょっとあんま言えないんだけど、あんま言えないけど片足がめちゃくちゃいいんだよね。あと上半身も片方がさちょっと、うん、あのね、色っぽいんだよね。わかる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 、すごいね、和風が合わさって本当にめちゃくちゃいいんだよ。愛を感じるんです、全てにおいて。ポールプリンセス愛を感じるんです。愛詰まりコンテンツだね。そう、なんか大人の愛を感じる作品。わかる。でも関わっててすごい感じない？感じる、全てにおいてスタッフさんたちの愛がギュッと詰まってるなって思う。戸張、ね、さんもすごい忙しい方だと思うんですけど、そうですよね、この話持ってた時にもう2つ返事でぜひやらせてくださいって嬉しい言ってくださって、でもいろんなパターンの、あのサナだったらアイドル衣装が実はあったりとか、うん、ノアそれも見たい。ノアだったらそのギリシャ風の衣装とかいろいろ提案してくださって、はいはい、そうなんだ、全部見たい、そう全部やりたいけど時間が予算がみたいなところがあって、そうですよ、ね、今回はこれでっていう風に、うん、じゃあどんどんなんかあれだね、劇場版だけにとどまらずさ、うん、いつか ねこの先も見ていきたい ね、いろんなものを、うわー楽しみです。妄想膨らむばかりね、ありがとうございま す。まだまだお時間大丈夫ですか？じゃあなんかアンナちゃんも聞きたいことあったら、私もこれめちゃくちゃ乙部さんの話なんですけど、乙部、うんうん、さんが今お仕事を始めたきっかけ、うん、そう気になります、うん、まあ、きっかけは本当にあの自分全然アニメを見ない人だったので、そうなんですか、本当に偶然来たみたいな感じで、偶然 CG ディレクターになっていたんですか？なんて言うんでしょうね、昔はその絵を描く仕事がしたいなっていうのが漠然とあって、でもまあなんとなく自分は本当にゴッホとかにはなれないだろうなっていうの中で、ふとその 3DCG でやったんですよね。そうするとそのこれだったらなんかできそうな気がするっていうので、運命の出会いですね。そうですね。でそこからで勉強して、でたまたまその某アニメ会社さんが CG スタッフを募集してたんですよ。まあ半分記念で受けるかみたいな感じで受けたら、なんか
いつから来れるのみたいな感じになって、すごい、もともと才能があったんですか。いや、どうかわからないですけどね、なんかうまいこと目に留まってくれたのかなっていう。独学で CG 勉強したんで、まあ、専門学校一応半年だけ行ったんですけど、はいはいはい、うん、まあ、そろそろ就職しないとなっていうところで、はい、だから本当に記念受験で受けたつもりが、はい、この業界に入るきっかけになったっていう、うん、なんかね、気づいたらポールダンスの CG 作ってたんですか。そうそう、すごい、まさかその時ポールダンスをテーマに、ね、そうですよね、だって大変ですもんね、ポールダンスの CG、ね、うんうん、なんかせいぜいなんか戦闘機とか作ってればいいのかな。戦闘機もすごいですね。すごい、なんかポールプリンセスのそのオーディションを受けて、私もこう関わり始めたぐらいの時に、うんうん、私も CG 全然こう趣味なんですけど、ゲームとか好きなので、はいはい、CG を作るのに興味を持ってた時期だったんですよ、はいはい、でモデリングの勉強をいろいろ動画とか見てしてた時期に、乙部さんとそのレコーディングの時にお会いしたので、はい、大興奮だったんですよ私。仕事としてされてる方がこんな身近にお話できる機会があるなんてって思って、ね、すごいね、ほりはほり話を聞いちゃって、それで大変でしょ。いや、そうできないんですよ。だからすごいなんか興味を持って、うん、いろいろ調べて、うん、なんかまず机とかちっちゃい椅子とかからみんなやっぱ始めるじゃないですか、それすらも難しいのはやっぱり、だからもうほんととんでもないなって。でもダンスとかってもうめちゃくちゃ難しい、動かすなんてもう無理、もうモデリングでももう無理だもん。とんでもないよ、作業量がやばいですよね。本当にそうですね。昔は椅子を作っただけで賞が取れるくらいの業界だったんですけど、今はもう本当女の子作って、でもうみんなやってますからね、うん、だってもう曲線だらけじゃん人間なんて。そう、うん、そうだよね。だから椅子と机作る、あのね、あの線の少なそうなものを作るのにでも、うん、やっぱもう何時間も何時間もやっぱ始めたばっかりじゃかかるし、だからとんでもないんだよ。しかも、うん、ポールプリンセスキャラもいっぱいいるし、踊って飛んで回ってってやるもんね。そうなんだ、まあ、アニメ全般に言えることですけど、もう本当に 2,3 秒の尺の映像を作るだけで1週間2週間から変わったりしますので、それをずっと組み合わせて1分2分くらいのダンスになったりとかしますので、いや、なんか現代においてどんどんこう CG のレベルが上がっていくじゃないですか。いや、私昔からアニメとかやっぱ好きだから、うん、アイドルコンテンツとか、うん、アニメ内でこう踊ったりしてる女の子たち見てても、うん、どんどんこう滑らかにこうモデルも違和感なく、うん、そのなんだろう、アニメの映像とかそのイラストのキャラクターに近いモデルがどんどん生まれていっているのが、うん、マジですごいし、ポールプリンセスのモデルめちゃくちゃ可愛くないですか。めっちゃ可愛い、目キラキラしてるもんね。そう、本当にすごいオタクになっちゃった、ごめんなさい。マジでそのレコーディングの時に作り途中のひなのちゃんを見せていただいて、うん、めっちゃ可愛いって思って。可愛かったね。実は目あれずっとキラキラしてるんですよね、本当に。ちっちゃく映ってる時もずっと、そう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 、これちょっと僕のこだわりで、はい、その 3D で作ると目ってテクスチャーだったりモデルだったりで、はい、まあ、ほとんど動かないんですね。でもそのハイライトがずっと動くことで、はい、まるで生きてるかのように見えるっていうマジックみたいなのが出てて、うん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 、これが結構効果があるなっていう。ね、本当にプルプリのみんな生きてるみたいですもんね。生きてるみたい、うん、生きてるんだけどさ、なんかね、そう、ね、目が合ってる感じする。そうなの、なんか画面越しに呼吸を感じるよね。私のこと今見てる。人間としての呼吸を感じる、本当にすごい、うん、瞳までうるうるしちゃってすごいね。いや、興奮しすぎて。あ、ごめんなさい、すごい言われてた。じゃあ次の質問に行きましょうかね。はい、語りすぎちゃった、あまりにも自分の話を。はい、じゃあ最後にプルプリラジオだけにこっそり教える、劇場版のちょっとコアな見どころポイントなどがあれば教えてください。聞きたい。そうですね、ネタバレではないんですけど、はい、まあ、あえて言うなら、実はミオが、はい、結構僕の中ではキーマンというか、で、はい、ちょっとこれスタッフ聞いても、スタッフの皆さん聞いてもはてって思うかもしれないんですけど、はい、ちょっとミオがね、魔法かけてる気がするんですよね。あら、はい、なんだなんだ、これが3、これ以上言えないです。うわええ、全部のシーンにおいてですか、それともミオのそのポールダンスシーン、ミオが関わったものに対してですよね。ミオが関わったものとは判定ですね、うん、あ、でもちょっとふんわりなんかちょっと察するよね、見てる人だったら。まあ、そうそう、私も何も聞いてないけど、ね、まあ、ミオといえばみたいなものがあるから、うん、分かる、それは分かる、そのところにじゃ注目してみていただければ、はいはい、って感じですかね、はいはい、何か起きたら、あ、ミオやったな、何かが起きたら全てミオがやった、
なるほどなるほど、楽しみだな、うん、何が起こるんだろう、やばいね、やばいね。それはあれですか、さっき の, あのギミックとかに関わってくるんですか。はい、うわー、ちょい出しがめちゃくちゃ大事ですね。もうめっちゃ気になるなってるよ、すごく。ちょっとこれじゃあもうちょっと、うわー、いろいろ考えちゃいますけれども、劇場版で見てください。ありがとうございます、はい、そして、あ、じゃあ視聴者さん、ファンの皆様からの質問に行こうかな。じゃあアンナちゃんからお願いしてもいい。はい、うわー、なんかこれわかるっていう質問がいっぱい。うわ、じゃあこれにしようかな。乙部さんは今回 3DCG だけではなく、うん、企画もされているということで、うん、企画しようと思ったきっかけや、うん、企画するのに大変だったことは何でしょうか。うん、聞きたい。聞きたい。そうですね、まあ、ポールダンスを自分の中でこのイメージが変わった瞬間っていうのが、その、はい、全米チャンピオンの動画がすごい、はい、うんうんうん、ポールダンスがすごいみたいなのがあって、はい、噂であって、はい、その動画を見たんですね、はい、そしたらその僕が持ってるイメージと全部もう全然違う、うん、かっこよくて、いやーかっこいいですよね、うん、でその人はそのなんていうの、自分を猛獣か何かに見立てて、鎖につながれてる自分を表現するみたいな、すごい力強い感じで、はい、わあこれなんか肉体美もすごいし、うん、綺麗だなと思って、なんかイメージがパッと変わった瞬間がそこにあったんですね、はい、でそこからまあ、アニメ作るまでは行ってなかったんですけど、はい、ちょっと某作品で監督がなんか新しいことやりたいよねって言った時に、はい、ちょっとポロッとポールダンスってすごいんですよってのを言っちゃったんですよ、はいはいはい、そしたらそれがその作品に取り入れられて、でそこからそのお客さんの反応が見れて、はい、まあ、ポールダンスってすごい綺麗なんだみたいな、これアニメにしたいなっていうのがふつつとあったわけですよ、はい、でもう 3D スタッフのことあるごとにポールダンスでアニメ作りたいよね、作りたいよねみたいな話をしてて、うん、はい、みんなやりたいやりたいって言ってて、はい、で誰か企画してくれないかなチラッみたいなことをやってたら、チラチラ、はい、その社長にいつ企画するのって言われて、あ、お、うん、ぜひやんなよっていうふうに言われて、で、まあ、じゃあやるかっていう、そうだったんですね、うん、じゃあもう最初はたまたまそのおすすめにそのポールダンスの動画が流れてきて、はい、見たのがきっかけってことですか、はい、おすすめ機能に出してくれたそのスマホにありがとうっていう気持ちを伝えたい。すごい。いや確かにポールダンス私もすごいセクシーなイメージやっぱり持たれてる方が多いと思うんですけど、私も同じように思ってて、あのポールプリンセスに関わる前はポールダンスのポールがなんかなんであそこでぐるぐる回れるのかもわからない、仕組みが分かってないぐらいだったので、もう本当にでも一つのきっかけでポールダンスってやっぱ知ると、思ってた印象と多分180度違うし、もうかっこいいにもかわいいにも美しいにもなれるスポーツだよね。そうなの、本当に。だからなんかね、なんか乙部さんみたいにポールプリンセスをきっかけになんかポールダンスね知ってくれて、ポールダンスのことも好きになっていただければなっていつも私も思うので、うん、でも皆さんのイメージ変わってますよね、もうすでに。いや変わりました、ね、うん、なんか多分ポールプリンセスを見てくださってる皆さんも、うん、やっぱり思ってた印象と全然違うって言ってくださるので、うんうん、ね、どんどんなんかね、ポールプリンセスもポールダンスも知っていただきたいし、うん、もっと CG、ね、3DCG 見てほしい。確かに自分がポールダンスやってみたら、うん、あのキャラたちがどんだけすごいかっていうこととか、そうそう、ね、CG がどんだけ綺麗かっていうのが分かるかもしれない、うんうん、分かるよね。ありがとうございます。ありがとうございます。まだもうちょっと聞いてもいいですか、はい、どれ聞こうかな。これ聞きたい。これ聞いていい？いいよ。あ、いいですか、ポールダンスシーンとストーリーシーンでの CG の作り方について違いや、それぞれどういった点に留意して作られたのか教えてください。あ、聞きたいです。ポールダンスシーンはあのトランスフォームさんの香織先生とか、はい、そのあのポールダンスと実際にやされてる方 の,、はい、うん、の動きを取り入れさせてもらってるんですけど、はい、ストーリーシーンは逆にあのお芝居を普段やれてる方、うん、舞台役者とかを起用させてもらって、あ、はい、舞台役者の動きってアニメにすごい近いなと思ってて、遠くにいる人でも見れるように、そうです、ね、動きがオーバーじゃないですか。そうですね、うん、なんかちょっと分かりやすい動きを、それがすごくその CG と合ってるかなっていう。確かに確かに、あのリリアとそのひなのでちょっと座り方とか歩き方が違かったりとかするのは、うんうん、その俳優さんがやってくださってるんですか。そうなんだ。もちろん江添監督の指示もあるんですけど、その俳優さんが結構自分で考えてきて、こんな動きかなっていうのを、ね、うん、待って、解釈一致すぎるね。その俳優さんにも応援したい。リリアは、ね、足を開いて座りますよねっていう、リリアのシーンでちょっとすごい好きなシーンがあるんですけど、あのミオと話してる時に、はい、ミオを
勧誘してるときにちょっと眼鏡かけてるじゃないですか。ありますね、怪しいシーンですね。でポールダンスって言われたときにこう持ってくるくるっとっていう風に、あ、なんか変な動きをするんですよ、はい、しますね。それそのダンサーさんのダンサーさんじゃなくて役者さんの、はい、役者さんのそのアドリブなので、うわ、そうなんだ。そう、こっち頼んでないんですけど、動きを作ってくださって、うさんくさいシーンですよね。そう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 、怪しいサングラスかけて、そう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 、とか言ってるシーンだよね、うん、あそこのシーン私も大好き、めっちゃ面白い、ね、うん、あ、そうだったんですね。本当に好きで何回も見ちゃいますね。でももう一回俳優さんがやってるんだと思って、もう一回見たい ね、これアドリブなんだって思うと、ね、より面白く感じそう、ね、あ、そうなんだ、すごい、ね、改めてたくさんの人が関わってるんだなって感じる ね、すごい。ちょっといっぱい質問してきちゃったんですけれども、うん、次がどうしよう、最後一つどれ聞きたい、どうしよう、どうしようかな。これ僕から言ってもいいですか。あ、いいです、もちろん、ぜひぜひぜひ。あの他のラジオ、あの他のラジオのその方で言ってたのが、みこしろゆかりにやたら、あ、今ちょっと私も気になってました。僕がなんかこだわりがあるみたいなこと名前を言ってて、はい、ちょっとこれはちゃんと言いたいなと思ったんですけど、はい、このみこしろゆかりって名前、実は実際にポールダンスの大会の優勝者の名前を組み合わせてるんですよ、はい、そうなんだ、はい、なんで美子なんとかさんみたいな人がいたり、はいはい、ゆかりさんって人が結構入賞してたりしてて、でそれにイメージからの白を足して、で美子白ゆかりかっこいいな、強そうだなと思って、いいこれお願いしますですよ。だからもう名前からも絶対的強者のオーラが出てます、ね、貫禄出てるよね。ちょっとこれ言かないとまずいかなっていう、謎のその乙部さんのこだわりみたいなこと言われて確かにどこをこだわってるのか私も気になってたので、ちょっと聞きたいなって思ってました。そうだったんですね。すごいね。だからかゆかり様は本当になんか、うん、あの強者なんですよ。そう、全てからオーラ出てるよね。名前も強そうだし、見た目も、ね、ビジュアルも強そうだし、声も動き も、うん、もう歌もダンスもすごい全部においてトップオブトップな感じなので、うんうん、はあ、その名前なら確かに名前からも圧倒的オーラが出るはずです ね、うん、そうなんだ。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか面白い話がたくさん聞けてありがとうございます。すごい楽しかったです、はい、はい、ということでまだまだ聞きたいことが山ほどあるんですけれども、お時間になってしまったということで、乙部さん本当にたくさんの質問にお答えいただきありがとうございました。以上、ポルプリのここが知りたい、ゲストに何でも質問コーナーでした。乙部さんにはこのまま最後までお付き合いいただければと思います。ここでポルプリラジオからのお知らせです。まず最初はこちら、11月23日公開の劇場版ポールプリンセス、各種前売り券が好評発売中です。ムビつけ前売り券の特典は本ビジュアルを使用したポストカードになっておりますので、ぜひゲットしてくださいね。詳細は公式サイトをチェックしてください。はい、続いてはこちら、ポールプリンセスオフィシャルグッズとして劇場版のティザービジュアルを使用した缶バッジとポール付きアクリルスタンドが、うん、アニメタイムズストアにて好評発売中です、はい、まだゲットしていないよという人はぜひチェックしてくださいね。はい、お願いします。お願いします。以上、ポルプリラジオからのお知らせでした。ものでポルプリラジオシャープ5も終了のお時間となってしまいました、はい、改めて乙部さん、本日はお時間いただきありがとうございました。ありがとうございました。最後にリスナーの皆様へのメッセージをいただけますでしょうか。そうですね、ポールプリンセスついに劇場版が公開近くなりましたけども、はい、本当にその映画ってそのわざわざ来ていただくので、もう見終わった後にすごく気分のいい気持ちになってもらいたいなという気持ちで作っておりますので、はい、まあ、もちろんダンスシーンはすごい興奮するようなすごい演出いっぱいあるんですけども、はい、見終わった後は本当にあ、いい作品見たなっていうふうに思っていただけるように皆さん頑張ってますので、はい、ぜひとも劇場に来てください。よろしくお願いします、はい、お願いします。皆さん、素敵なコメントもありがとうございます。本当に根掘り葉掘りいろいろ聞いてしまって、個人的なことまでたくさん聞いてしまってありがとうございました、うん、ついに公開日も来月ということで、より一層ポルプリを盛り上げていきたいと思います、うん、また次回のポルプリラジオは今後もお楽しみください。以上、ここまでのお相手は星北ひなの役土屋リオと、西条リリア役の鈴木アンナと、 CG ディレクターの乙部がお送りしました。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。